それでは市長定例記者会見を始めます。本日の発表項目は令和4年第2回定例会に提出する補正予算についてと仙台市都心再構築プロジェクトによる3棟の高機能オフィスビルについてでございます。それでは市長お願いいたします。はい、おはようございます。まず令和4年第2回定例会に提出する議案につきましては、先週の会見でご説明をいたしたところでしたけれども、新たに2件の補正予算を提出することにいたしましたので、お知らせをいたします。すでにご説明をしております議案と合わせまして、6月9日木曜の召集日に提出をいたします。では資料をご覧ください。今回の補正予算案は、国のコロナ禍における原油価格、物価高騰等総合緊急対策に対応するものです。新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金も活用しながら、福祉施設や学校などにおける食材料費の物価高騰分への対応や、公共交通事業者への運行継続支援、商店街等における消費喚起などの施策にかかる予算の補正措置を講じます。一般会計において21億2600万円余、特別会計において600万円余、総額で21億3200万円余の増額補正を行うことにいたします。一般会計の主な補正項目をご説明いたします。健康福祉費では、コロナ禍において物価が高騰する中、障害者や高齢者の福祉施設、配食サービス事業、子ども食堂や保育所などにおいて、利用者の負担を増やすことなく、栄養バランスや量を保った食事を提供するために、食材料費の物価上昇分に相当する助成金等を追加いたします。経済費では、地域産業金融支援事業費の追加といたしまして、コロナ禍における原油価格や物価高騰等の影響を受けている事業者へ、融資にかかる利子相当額を助成する経費、これを追加いたしております。また、商店街等消費喚起促進事業費の追加といたしまして、商店街等の売上向上と新規の顧客の獲得支援のために、スマートフォンアプリを活用して商店街で買い回りをすることで付与されるデジタル商品券発行に要する経費を追加しております。土木費では、公共交通運行継続奨励金といたしまして、原油価格高騰の影響を受けているバスやタクシーの事業者の運行継続支援のための奨励金を計上しております。教育費では、教育情報ネットワークの運営等に要する経費の追加といたしまして、コロナ禍において物価高騰等によって多くの世帯が影響を受けている状況を踏まえまして、市立高等学校等における1人1台の情報端末を公費負担で配備するために必要な経費を追加しております。また、給食センターと単独調理校の賄い材料費の追加として、食材料費等が高騰する中で保護者負担を増やすことなく、栄養バランスや量を保った学校給食を提供するために、食材料費等の物価上昇分に相当する費用を追加しています。次に、特別会計でございますが、介護保険事業特別会計で増額補正を行います。介護保険事業での配食サービスにつきましても、利用者負担を増やすことなく、栄養バランスや量を保った食事を提供するために、
食材料費等の物価上昇分に相当する助成金を追加するものです。このほか詳細につきましては後ほど財政課長から説明をさせていただきます。次に本市では都心部の機能の強化のために令和元年7月から仙台都心再構築プロジェクトとして市民や事業者の方々と連携した取り組みを進めています。失礼しました。この度この都心再構築プロジェクトの施策を活用した新築ビルの建築計画が新たに3件進められることになりましたのでお知らせをいたします。まず1番目の仮称仙台中央3丁目プロジェクトです。仙台市都心部建て替え促進助成金制度を活用した新築ビルへの建て替えは令和2年4月以来でございまして今回が第2号の指定となります。またこの計画では仙台市中小企業者建て替え移転促進助成金制度も活用いただくことで移転するテナント企業の負担を軽減し建て替えの迅速化につなげる予定としています。都心再構築のパッケージ施策を効果的に事業化に活用いただけたものと考えています。2番目の仮称仙台駅前南町通りプロジェクト、そして3番目の仮称仙台国分町プロジェクトは高機能オフィス整備を要件とする容積率の緩和施策のうち総合設計制度を活用する初めての建築計画として現在建築許可に向けた手続きを進めているところです。3件の建築計画ともアフターコロナを見据えた快適性や環境性に配慮した高機能オフィスの整備がなされます。さらに憩いや交流の場となるオープンスペースが配置されることとなっておりまして都心部の持続的な経済成長に向けた環境整備が進むものと考えています。これらの事業が民間投資のさらなる喚起を図るきっかけとなりそして次の老朽建築物の建て替えやまたコロナ後を見据えた都心の経済力の増進につながることこれを期待しているところです。私からは以上でございます。それではまず令和4年第2回定例会に提出する補正予算についてのご質問をお受けいたします。ご質問のある方は挙手の上報道機関名と氏名を述べていただいた上でお話しください。またマイクの使用についてもご協力をお願いいたします。ご質問いかがでしょうか。どうぞ。あ、おはようございます。川越新報の亀山です。よろしくお願いします。すみません、詳しくは課長が、この持っているようなことだったので1点だけちょっと教えてください。食材料費 の助成のところに、全てに物価上昇分に相当するという表現があるんですが、この物価上昇分というのは、どの段階の上昇分という理解すればいいんでしょうか。今も日々こう価格が上昇する中での計算式ってどういう感じになるのでしょうか。それはでは財政課長の方からご説明いたします。はい、お答えいたします。財政課長の稲荷と申します。物価上昇率につきましては、消費者物価指数の食料というところにつきまして、昨年の同月比と4月時点の数字を比べたものを用いまして、それを今後9ヶ月間、年度末まで、見ていくということで計算をしてございます。ありがとうございます。で、詳しくはまた他にご質問ございますでしょうか。どうぞ。すいません、科学新聞の記者です。今回この物価上昇分に対する、助成とかですね、負担軽減、そういったもの
日ですね、日銀総裁が、物価上昇に対する許容度が高まっているというですね、発言があったもので、その日銀総裁の認識と現状の乖離というのもどうなのかなという考えもあります。この点について市長のご認識をお伺いしたいんです。物価が下がれば消費者としては助かるということはあるかと思うんですけれども、それが進めばなおのことそれは人件費の何でしょうか抑制にもつながってくるというこういう何でしょうか、サイクルもあるんだろうと思うんですね。そこで、ある程度の確かな料金を設定するということで、上昇をすることも容認する発言に日銀総裁はされたんだというふうに認識をしております。そういうことであるならば人件費、いわゆる一般の皆さんたちの給料ですね、これも上昇させていくということにつなげていかなくちゃいけません。そういうことをしっかりした上であればいいんだと思うんですが、今般のこのコロナ禍、そしてまたウクライナの情勢などもあって大変厳しい中ですから、それを一気に進めるということではなく、やはり大変なところを、そこ支えしていくということは必要なんだというそういう認識です。他に何かご質問ございますでしょうか。よろしいでしょうか。それでは2点目の仙台都心再構築プロジェクトによる3棟の高機能種ビルについてご質問をお受けいたします。いかがでしょうか。どうぞ。日経新聞の宮本と申します。まず2点として、都心再構築プロジェクトなんですが、これは、この書かれている、助成金2つと業績率の緩和、この3つのうちどれかに該当すれば、都心再構築プロジェクトに、なんていうんでしょう、市が認定したっていうようなイメージでいいでしょうか。それではこれも担当課の方から都市整備局都心まちづくり課馬と申します。本日別紙でお配りしたカラーの第1弾施策、第2弾施策の資料をお配りをしておりますけれども、こちらに第1弾施策では A、B、C、D、第2弾施策では E、F、G、H と、いくつか施策を載せてございまして、こちら、この施策、いくつかの施策をこう活用していただいた場合にこの都心再構築プロジェクトの施策を活用した、案件だということで、ございます。で今回はこの中でもですね、高機能オフィスの整備に伴ってのこの、施策を活用したビル3棟ということでございます。ありがとうございます。でもう一点なんですが、この都心再構築プロジェクトが始まった時の政策パッケージの立て付けとしては、私が記憶している限りは商店街とかアーケード街で地区がかなり古い、そして地権者が分散していたり、また低層階で免震リスク、地震対するリスクも高いみたいなところで、大規模な商業施設またはオフィスビルに変えていくっていう、転換していくという政策の意図があったかと思うんですが、今回発表された3件と1件目としてこう発表された NTT の成長ですか、もう全部、一応建て替えという形ではあると思うんですが、ほとんど地主も地権者も変わってないというところでして、基本的には再構築されているのかなというところもあってですね、その当初の政策の意図と、現状認定されている4件についてのこう若干のギャップがあるのかなというふうに認識してまして、そこら辺どのようにこうお感じでしょうか。そもそもこの、
都心再構築プロジェクトを発表させていただきました令和元年7月でしたけれども、やはり、古い耐震基準法の中で作られたビルが多くなっていって老朽化が進んでいる、またさまざまなニーズが高機能ビルに集中し始めているというような状況、これから仙台をなお活性化させてさまざまな企業誘致も含めてですね取り組んでいく上ではやはりこういうような建て替えを促進する後押しが必要だろうということで発表させていただいたものです。第1号、そして今日発表させていただきました3件について、確かにもともと仙台の地場の皆様方のそのビルに波及訴求するものとはなっておりませんけれども、しかし一つ一つ地権者の方々、権利者の方々が本当に苦労しながらいろいろまとめていく大変時間のかかる事業であります。建て替えということを実際ですから今いくつかご相談ということは随分寄せられているところでもございまして、第1号となったアーバンネット仙台中央ビルに加えまして今回発表させていただいた3件、いよいよこの取り組みの成果が出てきたというふうにまずは思っているところです。でこれ以外でもですね、複数の地区で、建て替えや再開発に向けて権利者や開発事業者などの検討も行われているところでありまして、また青葉通り、常禅寺通り、宮城野通りなどでは官民連携による新たな魅力の創出に向けた取り組みも進められております。それぞれ時間のかかることではありますけれども、いろいろなご相談にしっかりと応じながら連携してこの取り組みがさらに進んでいくこと、このことを、本市としても願っておりますし、そうあるように努力をさせていただきます。つまりこう最初の何て言うんでしょう、呼び水的に、大手資本の建て替えというところが、目立つわけですけども、仕込みとしては現在寄せられている申請ベースでは何て言うんでしょう、商店街であったりとか、都市の中心部の、こう古い建物の建て替えみたいなものも現在審査っていうかのレベルではいくつか上がってるっていう認識でしょうか。まずですね、今回ご利用いただく中に入っているテナントさんの廃墟に向けてご支援をする項目も使っていただくことになるわけなんですけれど、これについてはいろいろなオーナーの方々ともお話を聞かせていただいて、商工会議所の方々とも連携をさせていただきながら、いろんな施策を積み重ねてきました。でこれはまさに地元のいろいろな声があったからだというふうに思っておりますし、そしてですね、今おっしゃられたように地元企業による建て替え計画というのもいろいろご相談を受けているところでございます。他に何かご質問ございますでしょうか。はい、どうぞ。すいません。今回、2番目、3番目、4番目ということで、最初の、令和2年4月公表のアバネットから、2年余り、経ってます。それで、今回がこの3件が結構その都心再構築プロジェクトの本格化という意味では、これまで最初の第一弾という意味ではちょっと違う、見つけが違うというふうにお考えでよろしいでしょうか。ぜひですね、次々動いてくるということが見えてきますと、今寄せられているご相談の皆さんたちもそうだと思いますし、こういうことができるんだな、こういうふうな事例も出てきたんだなというふうに、モデルにしていただきながらさらに検討が加速していくのではないかというふうに思っているところです。分かりました。あとですね、仙台市が、ライバル都市として掲げている、福岡市でも、かなり、こういった再構築プロジェクトを進んでいます。で、そのライバルとの差を埋めるためにさらにどのような施策が必要だと思いますか。福岡市さんも元気でいらっしゃるのでなかなか追いつけないところありますけれども、でも、このように時間はかかりましたけれども3件一度に今日発表することができて大変私は嬉しく思っています。
今後も今いただいているご相談も含めまして、さらなる働きかけもさせていただこうと思いますし、いろんな発信も強めていって、ぜひとも仙台の町、活性化していくように、負けないようにやっていきたいというふうに思います。他に何かご質問ございますでしょうか。よろしいでしょうか。それでは発表した事項以外でご質問がありましたらお願いいたします。いかがでしょうか。はい、どうぞ。すみません、コロナの感染の関係だったんですが、先日、コロナの新規感染者数が仙台市では100人を切りました。で、だいぶ100日以上ぶりだっていう感じだったんですが、市長、今のこの感染状況、どのようにこうご覧になってますでしょうか。そうですね、ゴールデンウィークで多くの方々の往来もあった、そしてまたいくつかお祭りなども戻ってきたというような状況の中でですね、感染者数が減少傾向になってきているというふうには感じます。でも全体の数としてはですね、それこそ一桁までには相当遠いわけですから、そういう意味ではまだ多い状況にあるんだろうと思います。いかに感染を広げないかっていう、この取り組みはですね、引き続き皆さんにやっていただくようにお願いをしたいと思いますし、重ねてになりますけれども、ワクチンの接種についてもぜひ接種券をお持ちの方はご検討いただき、速やかな接種をお願いしたいと思います。じゃあ関連して続けて、先日政府の方で GoTo の再開について検討という話も出てきましたが、そちらについてこうどのようにこう感じてらっしゃいますか。もしくはどんどん進めてほしいとかですね、今現在でのこの GoTo 再開の、についてどのように思いますでしょうか。GoTo の再開について、政府が検討を始めるというふうに報じられているところです。だいぶそういう意味ではですね、感染予防対策というのも進んできているということもあるでしょう。ワクチンの接種も進んでいるということもあるでしょう。それからまた治療薬についても積み重なってきているところもありますので、そういう意味ではですね、経済をこれ今大変なところを回していく施策っていうのも大切だと思いますので、政府のお考えになっているのはそうだろうなというふうに思うところです。再開自体は、再開を検討すること自体は、支持するというような認識でよろしいですか。他に何かご質問ございますでしょうか。科学新報の高橋です。先日6月4日仙台国際音楽コンクール3年ぶりに開催されたんですけれども、バイオリンの優勝の方も決まったんですけれども、今のところの所感、コロナ禍の開催ではあるんですけれども、どのように今のところ感じてらっしゃるのか教えていただきたいです。はい、開催にこぎつけるまでにはさまざまな困難もございましたけれども、開催できて本当に良かったなというふうに思っています。バイオリン部門の全日程を終えて、今度はピアノ部門の日程に入っていくところですけれども、世界の若き、音楽家の登竜門として、大きな関心を集めている大会コンクールですので、審査員の先生方もですね、今年のレベルは相当高いというふうにおっしゃっていただきましたし、そしてまたコンテスタントの皆さんたちの気概っていうんでしょうか、それもですね、演奏にさまざまなところで見て取れたと思います。何よりやはりこういう状況の中でも開催ができ、学徒仙台のこのコンクールを途切れることなく続けられたということは、とても大きな意味を持っていると思っています。
世界に羽ばたくものすごい才能の数々が仙台の地に結集してきたなということを実感いたしまして、皆さんの演奏に感銘を受けました。またボランティアの方々に運営を随分手助けしていただいているところですけれども、その皆さんたちにも本当に感謝をしたいと思います。それからお忙しい日程を割いてコンクールのために審査のために日本仙台を訪れてくださった著名な皆様方にも深く感謝を申し上げたいと思います。開催できてよかったなと思います。ありがとうございます。ロシアから出場している選手の方もたくさんいらっしゃいますが、それについてはどのように感じていますか？ロシアの方、それからウクライナの方もコンテスタントとして名を連ねてくださってました。途中で辞退をされた方もいたようですけれども、門戸を開いたということについては審査員の先生方からは大変感謝をされました。さまざまな動きがある中でよくぞ判断してくれたというふうに言っていただけて、私自身もとても良かったと思っています。音楽の力というのは政治のところとは切り離してですね、すごいものがあって、そういう若い音楽家の皆さんたちのコンクールに向けた気持ちというのをとても何でしょうか、阻むということがあってはならないんじゃないかなという思いもまた持ったところでありました。ありがとうございます。他に何かご質問ございますでしょうか？家屋振興の高橋先生でございます。昨日の昨夜からですね、大雨が降っておりまして、台北区内の避難所、指定避難所で開設されました。で、東広丸小学校とかですね、この間の津波地震想定の方でもエリアに入っておりまして、2階への避難ということもあったかと思うんですが、津波と大雨でちょっと性質は違いますけれども、同じ水害ということで、例えばそれを受けて対応変わった点があったら教えていただきたいんですけど。どうでしょうか、そのことは、台北区内のみならず、東部の方で、確かに避難所開設をさせていただきまして、そこに愛宕中学校と八木沼小学校だと聞いておりますが、避難をされた方が数人おられました。詳しくその前回の津波の真相定に合わせてということは何もなかったように思いますけれども、今日担当が、はい、してますので、従来から2階以上に水害時は2階以上に避難していただく避難所というのがいくつかございますので、そちらの方の対応というのは変わってございません。特に市の方で、指定避難所の一覧のところに赤文字でその2階以上に避難というのは従来からもそういう設定だったということ？はい、そうです。従来から大雨時には1階浸水する可能性があるので2階以上に避難としているところがいくつかございました。他にご質問いかがでしょうか？どうぞ。読売新聞の長沼と申します。よろしくお願いします。この間参院選の件なんですけれども、桜井光さんの事務所開きがありまして、小里市長もそちらに伺ったとお伺いしたんですけれども、先週の時からちょっと態度は保留させていただくというような発言がありまして、先週から の心境の変化はどのようにあったのかというのをちょっとお伺いしたい。何も心境の変化というのはございません。首長の会には今も入るということを決定してはおりませんし、今回桜井さんの後援会事務所開き のご案内をいただきました。桜井さんは現職の国会議員でもございますし、顔は出させていただいたということ、顔を出させていただいたということです。今後桜井さんを本格的に応援されるとかっていう態度を決められたってことなんでしょうか？
誰を応援するとか応援しないということについては決めておりません。誰か応援するという桜井さんを応援するということで言ったわけではないということですか。ご案内をいただきまして、現職の国会議員で、いらっしゃいますし、出席をさせていただきました。他に何かご質問ございますでしょうか。どうぞ。すいません、今の質問に関連してですね、県内の宮城選挙区でですね、立候補予定されている方に対して、どういうところを見て応援するかしないか判断したいなというふうに、現時点でのお考えをお聞きしたいんですけど。まだ私が誰を応援するあるいは応援しないということについて、決めていることでもございませんし、いつどのようにするということをここで申し上げるということはございません。もう一点だけ、例えばですね、どういう公約とかですね、どういう、政治姿勢、どういう施策を進めたいかとかですね、どういう点に注目されて、いらっしゃるかお聞きしたいんです。それはまだ皆様方の何も、手元にございませんので、今のご質問にも答えることはできません。他にご質問ございますでしょうか。どうぞ。すいません、ちょっと選挙の関係で、はい、参院選じゃなくて岩沼市長選の方で、はい、今回村上さんと佐藤さんの事実上の一騎打ちのような形で、市長は応援に行かれた、村上さんにちょっと敗れてしまったんですが、一緒に今後その佐藤さんと今の、市長会とかで一緒に、ご仕事するにあたって、どのように今回の市長選の結果を受け止めていらっしゃるのか一言お願いします。佐藤さんは、当選誠におめでとうございます。市議会議長も務められて、地域に密着した活動をなさって、それが当選の原動力になったんだというふうに思います。これから同じ仙台の広域行政の中でもご一緒をさせていただくわけですから、ぜひいろんなお話をさせていただきながら、ともにそれぞれの地域を良くするために、また仙台の仙台県域を活性化させるために、宮城県を元気にするために頑張っていきたいと思います。他に何かご質問ございますでしょうか。はい、どうぞ。すいません、選挙ではないんですけど、宮城県を元気にするために頑張っていかれるという話があったので、先日国の方で出生率の方の発表がありました。で、宮城県の方は、1.15 ということで、ワースト2ワーストちょっとというのは変わらないんですが、前回だいぶポイントが落ちてまして、で、都市部の抱える都市部として仙台市としての数値は出てはいないわけですが、この出生率の下落をどのようにご覧になっているのか、どのように分析し、さらにどのように改善させるような改善すればいいのか、もしお考えましたら教えてください。いや、本当になかなかこの出生率が上がらないどころか、どんどん下がってきているということについては、大変これは、危機感を持って受け止めて、います。県の 1.15 という数字にはやはり少し驚きを持って、そうかというふうに思ってみました。本心の数字はですね、これからいろいろと精査をされて、厚労省が秋ごろに確定値を出すのではないかということですけれども、宮城県の数字よりもこの間ずっと下がってますから、それよりもさらに数字が小さいんだろうというふうに想像というか推測をしているところです。やはり子どもを産み育て安心して暮らしていただけるような、そ
そんな町を作っていかなくちゃいけないという思いは強く持ったところです。まあ、そうしますと、まあそのまあそのまあ、より子育て、まあ、そのあとその、まあ、出産がしやすい町づくりというのを、まあまあ、三重県全体に またその仙台市としても知っていかなくちゃいけないわけですが、そのさなかでその、まあ、赤十字病院の方の移転の話が出ていることに対しては、こうどのようにこう、まあ、整理すればいいのかなと思ってですね、まあ、その県の方では、まあ、県南の方の、その、まあ、出生率というか、その、が、県南の方の、その、分娩の方の改善につながるという、まあ、考えもあるようですが、一方で、その仙台市としての出生率も落ちている中で、ああいったその、小児医療の拠点のような場所が移る、もう仮に移るとしたら、その仙台市としても大きなインパクトがあると思いますが、どのようにお考えでしょうか。出生率ということについて言えば、結婚がしやすいように、あるいは子どもが欲しいと思われた方が子どもを持てるようにということで、まあ、様々な施策が必要なんだろうというふうに思います。ただ子どもがを産む場所があればそれで事足りるということではないというふうに認識をしておりまして、総合的な雇用の問題、それから、保健福祉の問題、さまざまな分野でやっぱり皆さんに安心していただけるように施策を充実させていくということなんだろうというふうに思っています。うん、他に何かご質問ございますでしょうか。どうぞ。通信の本名です。よろしくお願いいたします。コロナの後遺症の件でちょっとお尋ねしたかったんですけれども、厚労省の研究班などからも例えば中年層にも後遺症が出やすいだったりとか、そういった調査結果が出始めていると思うんですが、仙台市さんに、何でしょう、どれぐらい後遺症についての相談が寄せられているだとか、まあ、もし年代だったりとか取っているようなデータがあれば教えていただければと。私のところにはそのような報告は上がってきておりませんけれども、保健所で、保健所の方で回答いたします。はい、仙台市保健所でございます。後遺症なんですけれども、区役所、区のですね、保健所の支所の方で、まあ、相談があった場合には受け付けておりまして、大体の件数ですけれども、まあ、週に 1,2 件くらいの相談がございます。ではその際にですね、まあ、後遺症については、まあ、かかりつけ医のある方にとってかかりつけ医のご受診とかですね、あとはそのコロナの検査の際に受診した医療機関、あとまあ、そういった医療機関がない場合にはですね、やはり症状に合った診療科をですね、保健所の方から、まあ、ご案内させていただいているというような状況でございます。で、年齢等については先生、ちょっと今ご相談あった際にですね、年齢まではちょっとお伺っていないということもあって、ちょっとそういったデータについては持ち合わせてご理解しています。ありがとうございます。他に何かご質問ございますか。どうぞ。すみません。ですね、まあ、参院選も近づいてきまして、選挙管理委員会のですね、選挙事務というのも、仙台市にとっては大きな課題だと思います。2014年の票の水増し以降です、問題以降ですね、まあ、ミスやですね、不手際で、会話の遅れとかですね、そういったことが、ずっと続いてます。昨年の衆院選でも、まあ、大きなトラブル、若林区を除いては全て全部あったと記憶しています。その点についてですね、今回参院選に向けてやはり、まあ、どういうふうなこう改善をしていかなければいけないか、あとは選挙事務に関わる、職員や、関係者のですね、やっぱ意識の改善、見直しも必要なのかなと思うんですけども、その点について市長としてどのようにお考えになりますか。選挙という事務については自治体にとってですね、大変大きな責務のある業務の一つでありまして、やはりこれは信頼を
市民の皆様方に持っていただかなくちゃいけないわけですから、いろいろなミスですとかそういうことがあってはならないということで、この間も対策をいろいろ取らせていただいてきています。今回アルバイトを一時期増やしてしまったというふうな反省もあって、この間ですね、投開票事務に従事する職員数を増やしていく、そしてまた研修を充実する、あるいは開票までの時間を短くするために機器の導入も重ねてきたところです。いろいろな反省点を踏まえながらですけれども、ぜひ、選挙管理委員会においてはですね、これまでの反省を踏まえた上で、さらに迅速に正確に業務ができるように努めていただきたいと思いますし、今選管ではそのように頑張っているというふうに聞いているところです。いずれにいたしましても市民の皆様方の期待に応えられるように、これも選管とともに私どもも対応してまいりたいと思います。他にご質問ございますでしょうか。はい、どうぞ。昨日放射光施設 の, 命名の、ナオテラス の, 命名式というか式典の方で一人も出席されたと思います。で改めてその内部が報道向けに公開されまして、一人もご覧になってきたらと思うんですが、改めて現段階 の, ご感想をお伺いしたいなと思ってですね。はい、昨日3月の地震で延期になっていた愛称 の, 披露式が行われました。ナノテラスというとても分かりやすい、そしてまた皆さんに覚えていただけるような愛称だなというふうに思いました。ぜひこのナノテラスをですね、本市 の, 経済の活性化のためにも、そしてまた日本の学術あるいは産業の創出のためにもですね、ぜひ活用いただきたいというような強い思いがさらに高まったところです。現場を拝見いたしましたけれども、もう建屋はすっかり出来上がっていまして、稼働までの足音っていうのも高く響くようになってくるなというふうに思ったところでして、大変期待をしております。何かご質問ございますでしょうか。よろしいでしょうか。それでは以上で本日の市長記者会見を終了いたします。お疲れ様でした。ありがとうございます。お疲れ様です。